皆さんこんにちは。今回も攻撃力ポッポ縛り、やっていきますよ。前回は渡るさんに、一ターンで敗北を喫したところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。というわけで早速ですが、本番行ってみましょうかね。レベル67もあれば、なんぼなんでも勝ちきれるでしょう。というわけで、渡る戦です。前回は1ターンで敗北を喫してしまいましたが、裏を返せば、1ターンでこちらが勝つということも、起こり得るわけですからね。この戦いの肝はすべて、1ターン目の展開にかかっているというわけです。昼目。昼目。昼目。やったぜ。これでもう、ほぼほぼ勝ち確定と言っていいでしょう。しっかりとララドスをひるませ、次の恩返しで落としきる展開になりました。やはり先ほども言った通り、最初の1ターン目が、勝負の分かれ道だったというわけです。2体目は、海竜ですね。おそらく弱点を突きに来たはずなので、吹雪を持っている個体という感じでしょうか。吹雪は威力120の効果力技とはいえ、所詮はタイプ不一致の抜群程度ですし、さすがに受けきれるでしょう。思った以上に食らっちゃったわ。急所に当たってたら、ワンチャン落とされてたかもしれんレベルでしたね。正直、確定2発になるかならないかくらいのダメージ感だと思っていたので、一瞬急所に当たっちゃったのかという風に、勘違いするレベルでした。3匹目は、プテラですか。この子は何をしに出てこられたんでしょうか。プテラごときがこのイワーク様に勝てるとは、到底思えないんですが。プテラよ、お前は岩タイプ界最強のポケモンだと自負しているようだが、勘違いするな、岩タイプ最強のポケモンは、イワークや、わからせ太郎やないか。これはこのまま、恩返しで殴っていく感じでいいでしょう。確定3発を取れているわけですしね。なんだいそのダメージ量は。プテラよ、お前は喧嘩を売る相手を、思いっきり間違えたようだな。お前がすべき行動は、破壊光線を打ったり岩雪崩を打つことではなく、その小さい手に上炉を持って、上から水をかけることだったのだよ。上炉をこの戦いに持ち込まなかったお前の負けや。とか言ってる間に、あっさりプテラ、突破です。そのまま突っ張っていってもよかったんですが、急に変なことをされても困ってしまうということで、念のため HP を最大にした状態で、プテラをやっつけておきました。せっかくララドスを突破できたというのに、緩慢なプレイングをして負けてしまったら、目も当てられないですからね。ふう、やけど状態にもならずで、一安心です。やけどになってしまうと、いいことが一つもないですからね。状態以上にはならないに越したことはありません。あとはいい具合に1パン、2パン、3パンくらいで、どんどん蹴散らしていきましょう。いやー、前回こんな感じで、サクサクっと渡るに勝てる予定だったんだけどなー。初手で頭突きでひるむ3割を引くか、頭突きでひるまない7割を引くかということだけが、勝敗を分けていると言っても過言ではないでしょう。ですよね。急所じゃなくてこのダメージ感だったら、どうしようかと思ってたわ。これはさすがに、負ける要素はなさそうですね。竜巻って、この時代では割と貴重なドラゴン技となっています。これが強いとは口が裂けても言えないような代物ですが、そんな技を海竜が、抱えていたみたいです。竜巻連打マンやんけ。もうちょいまともな技を打ってきてほしいもんだ。てか、こんなことを言うと非常に無粋ではあるんですが、竜巻のドラゴン要素って、一体どこにあるんでしょうか。この技のことをあまり知らない人に対して、ポケモンにおける竜巻という技は何タイプでしょう、という質問をした場合、9割くらいの人が、飛行技と答えるんじゃないかという気がします。
さあラスト一匹、海竜です。何か有効打があるとも到底思えませんが、油断していると痛い目に遭う可能性はあるので、最後まで気を緩めずに行きましょう。やる気が感じられんわ。渡る選手、もはや勝負を諦めとるやんけ。さあ曰くよ、この開始一ターンで試合が決した戦いに、終止符を打つのだー。やったぜ。というわけでララドス遮るませてしまえば、余裕の勝利でしたね。やはり曰くというポケモンは、強い相手には滅法強いの一言ですわ。というわけで、エンディングをダラダラ流しても仕方ないというか、このままどんどん先に進んだ方がいいと思うので、珍しくエンディングは、バッサリカットしてしまいたいと思います。レッド戦ではエンディングを流すつもりなので、そこで感想とかを喋る感じでいいでしょう。ガチで今回のシリーズ、爆速で終わりそうですからね。このゲームをプレイしたことがある方ならご存知だとは思いますが、このゲームの関東編は、難易度が非常に低くなっています。チャンピオンの渡るさんよりレベルが高いのは良くないだとか、そういう思惑があるのかもしれないんですが、普通に相手のレベルが低すぎて、全く試合にならないんですよね。リメイク作品の HGSS では関東編のトレーナーのレベルが底上げされており、それなりに苦戦する可能性があったんですが、この金銀の世界ではそんなこともなく、非常に安定した戦いが続きました。負ける可能性があったかすみさんやエリカさんに関しても、この手いたらくですからね。イワークさんの前で悠長に雨乞いをしたり、すそらび応答としているようでは、話になりませんわね。誰か私とイワークを楽しませてくれるトレーナーはおらんもんかのう。というわけで、関東編最後のジムリーダーの、グリーンの元にやってまいりました。かすみさんやエリカさんですら私たちに水をつけたり草をつけたりすることができなかったわけですし、ここも負ける道理はないでしょう。というわけで、グリーン戦です。このグリーンだけはレベルがだいぶ高くなっているということで、気をつけるべき相手と言っていいでしょう。とはいえ、レベル差もめちゃくちゃあるわけですし、そう簡単に負けることもないでしょう。多分ね。相手の初手は、ピジョットですね。ピジョット程度ではうちのイワークになすすべがないはずなので、素直に殴っていく感じでいいでしょう。はい。7ダメージしか与えられないとは、悲しくなってきちゃいますね。その程度の火力では、うちのイワークさんを消し済みにすることはできないぞ。よすよす。まずはピジョット、突破です。この勢いのまま、どんどん蹴散らしにかかりましょう。2体目は、ナッシーですか。いつきさんのナッシーのように、サイキネくらいしか攻撃技がないのであればいいんですが、どうでしょう。はい。光を吸収しだした時点で、冷や汗が止まりませんでしたからね。冷や汗が出た時点で、イワークさんの敗北は決定してたんや。さて、このままでは拉致があかんということで、技を入れ替えていきたいと思います。メロメロは思いっきり腐ってしまっているということで、砂嵐に変更したいと思います。メロメロをここまで5勝大事に抱えていた理由としては、万が一かすみさんやエリカさんに苦戦した時に、助け船になるんじゃないかという思惑からですね。想像以上にあっさり突破してしまった結果、盛大に腐らせてしまっていました。そこの枠に、かゆいところに手が届く技である、砂嵐を入れたというわけですね。砂嵐という技に関しては、多少説明を入れておいた方がいいかもしれないですね。私自身、この世代で砂嵐という技を打ったことすらないレベルだったので、解説しておいた方がいいでしょう。まずこの世代の砂嵐は、そこまで気が利いていないというか、不遇の岩タイプを救済するという目的はないみたいで、最近の世代で砂をまく理由の一つである、岩タイプの特防が 1.5 倍になるという効果はありません。
ですので、砂嵐をばらまいたところで、ソーラービームを耐えきれるようになったりすることはないというわけです。砂嵐を撒いてたとしても多分、空火は各位置だったわ。失礼失礼。そしてこれが本題、この世代の砂嵐は、最近の砂嵐と大きく異なる点があります。固定ダメージがでかいということですね。最近のポケモン、なんならルビサファイ光がそうなんですが、砂嵐による固定ダメージは、16分の1ダメージとなっています。ですがこの金銀というゲームだけは、8分の1もの固定ダメージを与えることができるのです。私自身、金銀で砂嵐を使ったことがなかったので、ガチで初めて知りました。この8分の1の固定ダメージこそが、ナッシーをこじ開けるために必要なピースだったというわけですね。砂嵐による固定ダメージと合わせれば、恩返し2発でナッシーを処理できるというわけです。ここに来て急に、頭を使う展開になってきましたね。とか言ってる間に風鈴を突破し、サイドンも出てきています。なぜララドスを一向に出してこないんでしょうか。弱点をつけないはずの風鈴が間に挟まっていたというのも、よくわからんわ。ひょっとしてグリーンのララドスって、水技を搭載してないのか？一応地震を打てば処理できる場面ではあるんですが、保険として、ここでも砂嵐を撒いておくことにしますかね。サイドンからの地震は確定3発ですし、使う余裕もあるでしょう。何やってだこいつ。誰に向けての乱れ好きなんだよそれは。そんなところで初代リスペクトをしなくてもいいんだよな。というわけで、サイドンも余裕で突破です。いよいよもって、負ける気がしなくなってきたな。5体目は、ギャラドスですか。ようやく出てきましたね。なぜここまで出てこなかったのかがガチで理解できませんが、おそらく水技を抱えていないか、水技を打っても落としきれないかの2択だと思います。というわけでここは回復をして、相手。あのさ、グリーンさん、私をぬか喜びさせるの、やめてもらっていいか？ハイドロポンプをしっかりと抱えていて、確実に各位置を取れるにもかかわらず、ここまでララドスを温存してた理由は何なんだよ。その理由だけは教えてくれや。さて、本番行ってみましょうかね。ナッシーの次にララドスを出してこないどころか、風鈴を出してくる理由はわかりませんが、勝てばよかろうなのだの精神で、戦っていくしかないでしょう。ギャラドスのメインウェポンはハイドロポンプのようですし、攻撃を外す可能性もあるわけですからね。相手の初手は、ビジュットですね。殴られても痛くはないですし、4倍弱点で殴られてしまった瞬間、HP が1だろうが満タンだろうが一緒なので、あまり相手からのダメージを意識する必要はありません。ビジュットを処理する前に砂嵐を撒く、これさえ徹底しておけばいいという感じです。何やってだこいつ。忖度するにしても、もう少しうまいことやってくれや。何の意味もない吹き飛ばしやぞそれは。というわけでピジュットは、ノーダメージで突破です。殴ったところで一桁ダメージとはいえ、諦めずに攻めてきて欲しかったです。2体目は、ナッシーですね。ここは砂ダメージと恩返しで確定2発ということで、対策さえしてしまえば、何もビビる必要がない相手となっています。この世代特有の、場に出た瞬間に砂ダメージが通る仕様が、非常にでかいと思います。いわく一匹縛りをするための仕様と言っても過言ではないでしょう。というわけでナッシーも、完封ですね。あ、そうそう、一応砂嵐についてもう一点補足しておくと、最近の世代、これもルビサファイ光の仕様なんですが、砂嵐状態だとソーラービームの火力が減る、という状態もありません。砂が待っていようが、がっつり威力120の4倍弱点タイプ1、威力720、急所に当たろうもんなら威力1440のソーラービームが飛んでくることになります。ですので何が起こっても、うちのイワークさんが空火を耐えることはないというわけですね。というわけで例のごとく風鈴は地震でワンパンし、サイドン戦ですね。サイドンに関しても、
先ほどお見せした試合のように、地震で削った後に砂嵐を巻いて、ギャラドス戦に臨む感じでいきたいと思います。やはり毎ターン8分の1ダメージの砂ダメージは、あるに越したことはないですからね。今回のサイドンさんは、ようやっとるわ。乱れ突きをしてくるサイドンなんかいなかったんや。というわけでこのまま、サイドンを始末しにかかりましょう。次の相手が特殊アタッカー、それこそフーディンさんとかが出てくるというのであれば、回復を連打して乱れ突きをしてくるのを待つ場面なんですが、次に出てくるのがララドスというのであれば、回復するだけ無駄ですからね。抜け人を使ってるみたいなもんですわ。やったぜ。これがあるから命中不安技は、信用ならないんですよね。波乗りでも消し飛んでいたかもしれない相手に対してハイドロポンプを打たなければならないというのは、相手からすると非常に苦しいでしょうね。よすよす。しっかりと恩返しを打って、処理することができました。非常に際どいダメージ感でしたが、落とせてよかったです。さあラスト1匹、ウィンディーですね。堅実に行くのであれば、回復を使ってもいい場面なんですが、なんぼなんでも自身を打てば処理できるはずなので、回復せずにそのまま、自身を打ってしまいましょう。やったぜ。というわけで無事、グリーンさんに勝つことができました。よかったよかった。この段階まで来て、急に頭を少し使う展開になってしまいましたが、しっかりと勝ち切れてよかったです。というわけで切りもいいので、今回はここまでにしておきましょうかね。次回はいよいよ、レッド戦となります。レッド戦に関してもなんだかんだで、不思議花とかメックスだけが鬼門になってくるんじゃないでしょうか。それでは、ご視聴ありがとうございました。サンキューフォーウォッチング、いろいろやっとるでー。次回も見てくれよなー。